全く知らなくてもいい知識ですけど、豆知識ですね。余計なこと覚えたくない人、この動画閉じてください。それ、このなんか四角い変電設備というもの、コンビニの横によく立ってないですかね。今コンビニローソンのところにいるんですけど、こんな感じで立ってますね。それ、これ何かというと、まあ変電設備、電圧を落とす設備なんですよ。キュービクルって言うんですよ。キュービクル。それ大きな工場とかにはついてますね。メーターが3つあります。真ん中が電圧、3層だから3つの切り替えがついてますね。 RS、ST、TR、 3つの線の間の電圧が剥がれるんですよね。それこっちがアンペア、 RST。 まあこんなこと知ってもあんま得にならないですけど、余裕のある人覚えておいてください。これキュービクル。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。